え、それはダイヤモンド桜島を見ながらあの簡単なヨガストレッチをしようっていう、素敵、やったんですけど、もうね全員ちょっとね感動を超えた、なんかもうため息というか感動というか、へー、あれはちょっと震えますね。もったいないねってなって、夜だけじゃ。そうだね、よろしくお願いします。はるちゃん、ちょっとあのはるちゃんで呼ばせてもらいますけど、はい、あのちょっと自己紹介じゃお願いします。はい、よりとはるかです。神戸と鹿児島のハーフで33歳彼氏募集中です。よろしくお願いします。え、おばあちゃんが、おばあちゃんが串木野で、おじいちゃんが桜島ですね。うん、それお父さんの方、お母さんの方、母方、お母さんです。お母さんの方が、鹿児島の方で、お父さんはバリバリの神戸っ子です。で今鹿児島と神戸の2拠点で、2拠点生活、お仕事されてて、大体どんなの、月のどんぐらい鹿児島で、コロナの前とかは月半分ぐらい、まあ、遊びもあの休みを含めて、うんうん、今流行りのワーケーションの先駆けみたいな、はい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 、感じをやりつつ、でも最近はでもやっぱり1週間10日ぐらいはいますね。あ、そうなんだ、うん、3分の1はいます。どういった仕事を、マルヤガーデンズのスターバックスでやってる朝活の企画の朝活ガーデンズっていうのを毎月やってるんですけど、それのディレクターで来てますね。じゃあそれはもうマルヤガーデンズさんに雇われてというかと契約してるんですね。そうですね。他にもなんかいろいろでもやってるよね、そのマルヤガーデンズさん以外でも。あとは大学の観光と SNS の講師をやったりとか、うんうんうん、今多いのがその SNS の相談とか、あとなんか写真の撮り方、SNS の写真の撮り方とか、うんうん、街歩きとか、うんうん、そういう講師とかで仕事することが多いですね。はるかちゃん、なんでその朝活っていうのにこう着目したの？なんで朝活いいなと思って、そういう朝活の活動をしたの？なんかその、まあ、元々観光をやってたりとか、仕事でやろうと思ってた時に鹿児島の観光を見た時に、まあ、もちろん私も焼酎が好きだし、飲みにも行くし、ひかるさんの店も行くじゃないですか、ってなった時に、もっとそれは流行った方がいいし、鹿児島に外の人がお金を落とした方がいいとか、観光で稼ぎたいっていうお悩みがあるじゃないですか。じゃあどうしたらいいかなって考えた時に、もっとお客さんに焼酎を飲ませるってちょっともう無理じゃないですか。確かにね。初めて聞く、もう無理だって、これ以上飲めませんみたいな、ね、ってなるから。で、鹿児島のいいとこってコスパめっちゃいいんですよ、飲み屋さんとかも。はいはいはい。だからあのそれが魅力だから、それ以上そこでは、じゃあ何か何があるかなと思って街を歩いた時に、特に鹿児島市天文館のエリアなんかは、まあ、東向いたら桜島があるわけで、まあ、太陽は東から昇るから、で大体朝焼けか夕焼けってちょっとみんな旅行したら見たいじゃないですか。で、鹿児島の立地を見た時にどっちが強いかなと思ったら、これ朝行けるぞってなって、でちょっと朝こう繰り出すようになって写真撮りに行ったりとか、朝ごはん屋さんはやっぱ探すけど、朝ごはん屋さんあんまりないし、朝市もまあ高齢化が原因でちょっともうなくなっていったりとかしてるしってなったから、いや、みんな気づいて、朝ブルーオーシャンだよみたいなところを役所の人とかともこう相談しに行ったりとかして、でもやっぱり実績がないからですねって言われるわけですよ。で、やっちゃったらちっちゃいところからやっていこう、まあ、大阪はこんな朝活があるよっていうのを若い子たちに紹介してみたりとか、なんか大阪とかだったらホテルの朝ごはんで朝シャンっていう文化があるんですよ。朝シャン？シャンプーじゃなくて、まあそれでもいいと思うんですけど、あのあれです、シャンパンを飲む文化があったりとか、朝から、セレブだな。でも外の人はやっぱりわざわざ旅行に来てるし、鹿児島はお酒の街だから、ね、朝からお酒も飲めでもいいんじゃないって思うけど、やっぱ朝からお酒飲める店ってまあないじゃないですか。ないね、あんまりないね、でもそれはそれを作れって言ってるわけではなくて、鹿児島ってやっぱり真面目な人が多いとか働き者の街だと思ってるから、朝からお酒飲む人はいないんだよって、まあ、県外の人にはお伝えするけど、でももしか、あ、そうか、じゃあやってもいいなって思う店、例えばじゃあひかるさんの店が、じゃあだったら朝からちょっと開けてみようかっていうのも多分チャレンジだと思うんですよ。だったらそこを全力でじゃあサポートできればなとかいう、なんかこうきっかけになればっていうのが、朝が一番
まあ、例えば朝茶とか朝どれ野菜とか、はい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 、朝の炊きたてのご飯と味噌汁だけでもめっちゃ贅沢なんですよ。そうだね、そういうのもあるから素材は、うんうんうん、視点変更するだけでいいよっていうのを分かりやすくするために、まあ、鹿児島朝活っていうのをやってます。なるほどね。あの桜島の方からこう昇る朝日とかね、うん、そうめちゃくちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗です。だってダイヤモンド桜島って知ってますかって言ったらあんまりみんな知らん。ダイヤモンド桜島ってみんな言ってんの？ダイヤモンド桜島ってなんかあのフォトグラファーさんたちの間では、うん、やっぱりなかなか撮れないから、うんうんうん、てっぺんの真ん中でキラって光るっていうのは、うんうん、あの噴煙が邪魔して撮れないとか、はい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 、ちょっとそういうのがあったりして写真界では、うんうん、でも一般の人はそんなにとか観光業界も全然そこはフューチャーしてなくて。そうだね、あんまりそういうなんか推してるあの 見たことないね、うん、桜島のなんかこう、まあ、お昼のいわゆる綺麗に写ってて、うん、こうもくもくもくでちょっと煙が上がってるような写真しか見たことない、ね、そう朝のやつとかは見たことないね確かにね、うん、ちなみにはるちゃんのおすすめのダイヤモンド桜島のおすすめスポットどこ？ウォーターフロントパークがまあ土定番ですごい見やすくて、うんうんうん、とかあとまあ城山もいいですけど、うんうん、あのマリアガーデンズのマルヤ、うん、あのビアガーデンのおおあるね、あそこで昨日あはいはい、やったんですよ企画を。えそれはダイヤモンド桜島を見ながらあの簡単なヨガストレッチをしようっていう、素敵やったんですけど、もうね全員ちょっとね感動を超えたなんかもうため息というか感動というか、へあれはちょっと震えますね。もったいないねってなって夜だけじゃ。そうだね。でお客様の方から、うん、これビアガーデンだけじゃもったいないわって朝ごはん食べたいってなって、おちょっとやろうか、ま、次朝ごはん企画もちょっとやりたいねってなってます。へでもそのロケーションのホテルとかビルめっちゃあると思うんですよ。そうだね、うん、何個か上がらせてもらいましたけど、でそこをめっちゃ使えるから、うんうん、全部使わせてほしいぐらいです全部使って遠隔で同じことしてるとか面白くないですか？あなるほどね、リモートで確かに同じもの見てちょっと気持ちは一つみたいな。そうだね、うん、あのさプレイシティでいい、プレイシティデイズ鹿児島、はい、あれ 何をしてる？あれは、うん、あの町思い事業で、もともとその関係人口を増やしたいと、私みたいな、はいはいはい、外からすごい鹿児島を愛してくれる人、うんうんうん、ってなったけど、いや元々地元の人がワクワクしてないと外の人ワクワクしないよねっていう話になって、うんうん、でそれをこう若い子からもう50代60代もいるんですけど、もう年齢問わず、うん、みんなでこう集まって、うんまあ、担当のエリアが10個鹿児島市中に、まあ、竹の橋とか谷山とかエリアに分かれて、その自分たちの好きなエリアをちょっとワクワクさせる企画を考えてやってみる。へで去年ちょうど天文館のディスコやったのがやつだよね。そうです。あれはどういうテーマだったんだっけ？あれは、うん、あの最近天文館、あそうか、天文館で飲んだ時に、うん、おっちゃんたちが天文館元気がないよねって、うん、あそうなんですかって言って、昔の天文館は肩と肩がぶつかるぐらい人がぎゅうぎゅうだったんだよって全員言うから、でも今は寂しいっていう、で若者は若者で天文館何にもないって言ってて、昔はこうだったらしいよって言うと、ふーんでも今何もないですよ春さんって言ってくるから、じゃあそこの人たちが、私あのワクワクするところじゃないと天文館ダメだなと思ってて、うん、でも天文館を盛り上げるってなるとやっぱり昔から住まれてる方も地元の人がいっぱいいるから、うん、だったらそのおっちゃんおばちゃんたちがワクワクするにはまたぎゅうぎゅうにしたらいいんだと、うんうんうん、で50代60代が喜ぶ、まあ、50代ですね、うん、なんだとディスコがあってねなるほど体があって言うから、はいはいはい、もうやろうかなるほどじゃあディスコ街中にミラーボールど真ん中にね真ん中に
で普通にミラーボールを確かに神戸三宮もやったんですよ、ディスコを。そしたらなんか市役所の上司と部下が一緒に踊るみたいなちょっとクレイジーな空間ができたりとかして面白かったんですけど、うん、そんなことこじゃれたのではなくて、うん、バカでかいミラーボールの下で踊るっていうもっとおかしなことをしよう、うんうんうん、っていうと空の町の子供たちが工作で一緒に作ってくれたりとかして、ミラーボールを、そうですよ、大人が踊るミラーボールを園児が作るっていうとんでもねえな。もうそしたらみんな大事にそれをやっぱり ね見るし、うん、楽しむし、うんうんうん、通りがかりのおじいちゃんがこう指鳴らしながらステップ踏んで踊ってくれたりとか、はいはいはい、どこからともなく子供がブレイクダンス習ってるんだとかできたりとか、もちろんエアギターする、ね、うんうん、愉快なお兄さんがいたりとか、はいはいはい、クレイジーな空間ができて、うんうん、じゃあ今年もやるんだ。どうですかね、その天文館のチームには今回入ってない。あ、サポート入ってます。あ、サポートで入って、入ってます。で、その今回の応募者の中の子たちが、うん、その私たちのディスコを見て、うん、あんなのをやりたい、むしろもっと超えるようなことをやりたいみたいな学生もいたりして。おお、学生が。そう、だからめっちゃ嬉しいなと思って、うん、ただやっぱ騒音問題とか、はいはいはい、場所を占拠しちゃうし、うんうん、まず今までのスタイルじゃやっぱりイベントもできないので、うんうん、まあ、新しい方向で、でもっと地元 その住んでる方とも一緒に何かできたらいいなと思うんですけど、うんうん、ただ発想そんなクレイジーな。いや、めっちゃでも面白いと思う、うん、ちょっと普段持ち歩いてるものをちょっと見せてくださいみたいな話してて、はい、聞いたらまさかの、全然俺鹿児島県民だったの知らなかったんだけど、城山カード。城山カード知ってる知らないよね。そうって言ったら失礼、いやいや怒られるから、いろんな人に知ってはいたけど持ってはないと思うよ。これ渋山カード何、どういう時使うの。なんかあのポイントがたまって、うん、ちょっぴりお得に利用できたりとかっていう制度らしいんですけど、うんうん、そんなにほらしょっちゅう行けるあれでもないけど、うんうん、なんかちょっと地元民の仲間入りになれたみたいな、うんうんうん、なんかそれこそ最初ずっとこう3年4年ぐらい飲み屋さんをずっと遊びに行ってた時に知り合うお姉さんとかたちが、うんうん、あの城山の温泉に行ったら予備人になるからって、はるちゃん城山カード持ってないのって、うん、作りなさいって言われて、へで、お誕生日は割引、お誕生日のカードが届いたりするし、へで、今火曜日でしたっけ、なんか何曜日かはレディースデーがあるから、うん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 、レディースデーは安いからレディースデーにみんな行くよって言って、へえ、それ知らんかった。で、なんか作ったらなんかこうちょっと鹿児島の仲間入りじゃないけど、うんうんうん、最終的にあの鹿児島のおばちゃんになりたいからなるほど。じゃあ鹿児島の旦那さんをちょっと今募集中ではある。募集中ですね。どういう人がタイプ。どういう人がタイプ。ずっとあの私のタイプは西郷隆盛って言ってたんですよ西郷隆盛、しかも見た目がねなんかあれじゃないですか、西郷さんってその分け隔てなくというか、うん、とりあえず西郷さんに聞こみたいな感じだったんだろうなと思って、うん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 、みんなに信頼される、信頼されるというか、まあ、それが経験がないこととか間違ってるかもしれないけど、うんうんうん、家を開けとけばちょっと春ちゃんって言って旦那さんいるみたいな、あ、なるほど、そういう家庭だったら面白いだろうなと思って。なるほど、いろんな人が家に遊びに来てくれて、うん、え、そのあの自分が幼少期の時はそんな感じだった。あ、全然違います。あ、そう、シティガールだから全然そんなんじゃないですなるほど、マンション暮らし。マンション暮らしです。そう、うちとか田舎だからさ、もう本当毎日あの父ちゃんか母ちゃんの友達が絶対一緒にご飯食べてるみたいな。あ、だからそんなんがないから、ま、ないから最近憧れますよ、ね、そういう話を聞いて。なるほどなるほど。あれはあれでどうかと思うけどね、なんか本当もううち5人家族だったんだけど、プラス誰かおじさんかおばさんが誰か来てて、うん、一緒に食べて、うん、でおかあの絶対親父は飲むから、で親父の友達と来てると飲むじゃん、うん、うちの母ちゃんがその友達を送って帰るみたいな、もうすごいなんかお母さん大変だなみたいなのをずっと。確かにそれはちょっとやらないそこはやらない、うん、だったらもう泊まっていきなぐらい。ああ、なるほどね、はい、ということであの、はい、
鹿児島県民より鹿児島おごじょな、あの、はるちゃんでした。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。